クリプテン第一次ネオジオン構想以後も地球にしがみついた連邦の腐敗した構造が変わることはなかった。そしてその体制に取り込まれ利用されているニュータイプもいた。アムロ、大変です。スイートウォーターがネオジオンを名乗る艦隊に占拠されました。シャア・アズナブルは地球連邦政府に対してスイートウォーターをネオジオンの領土とし独立を承認することを要求しています。しかしこの後の交渉ではシャアは直接交渉は望まず、ただ実戦あるのみと言っているようです。地球連邦政府がスイートウォーターの主権を認めない場合、我々は地球連邦軍の中心であるラサに対し直接的な攻撃をする用意がある。このシャアの発言の真意について、シャアって大尉と一年戦争で戦ったあの赤い彗星のシャア。シャア、人類は空に進出してからも覇権の争いを続けたのはなぜかな。例外を認めて地球に居住する人々を残したからです。それと人はもともとテリトリー争いをする習性のある動物だからだ。私は空に出た人類の革新を信じたいのだが、人類全体をニュータイプにするには誰かが人類の業を背負わねばならんと分かったのだ。大佐はあのアムロを見返したいために今度の作戦を思いついたのでしょう。私はそんなに小さい男か。アムロ・レイは優しさがニュータイプの武器だと勘違いしている男です。女性ならそんな男も許せますが、大佐はそんなアムロを許せない。スイートウォーターの政府が我々ネオジオンの政権を承認するのにさほど時間はかからなかった。連邦は我々の艦隊に対しまだ軍を動かす気はないようだ。きっとロンドベルにいるアムロは歯がゆい思いをしているだろう。ラーセン、意識が永遠に生き続けたら拷問。私は永遠にあなたたちを見ていたい。そりゃエゴだよ。私は永遠にあなたたちの間にいたい。シャアは否定しろ。彼は純粋。純粋だと。情けないモビルスーツと戦って勝っても意味がない。ララースーンは敵対するアムロに求めていた優しさを見つけた。あれがニュータイプ同士の共感だろうとは分かる。だが、私の艦隊はスイートウォーターにとどまっていた。大佐、
フィフスの水力に使う核は連邦政府からうまく入手できそうです。のんきな連中だ。自分たちさえ助かればそれでいいのだからな。今頃ラサでは引っ越しの準備に大わらわでしょう。アムロ、私はアコリなことをやっている。君との決着をつけるために。私の艦隊は地球の軌道上に浮かぶフィフスルナを目指し発進した。フィフスの格ノズルに火をつけてやれば、この巨大な石ころは地球へと落下していくだろう。一旦落下を開始したら誰にも止めることはできない。我々の艦隊の動きに合わせ、ロンドベルも出撃の命令が下ったようだ。あの中にアムロ・レイがいる。モビルスーツ隊発進。フィフスの核ノズルを死守せよ。こんなものを地球に落とす。これでは地球が寒くなって人が住めなくなる。核の冬が来るぞ。地球に住む者は自分たちのことしか考えていない。だから抹殺すると宣言した。人が人に罰を与えるな。私、シャア・アズナブルが出兵しようというのだ。エゴだよ、それは。地球が持たん時が来ているのだ。無理だ。外から見るとわかる。このルナ2に我がネオジオンの艦隊が投降した後でですか。このアクシスを我がスイートウォーターに移動させるのは、それらの条件を認めていただかなければ和平話はなしですな。アクシスは我々が買い取ったわけですが、アクシスをスイートウォーターに運搬する仕事は我が艦隊にやらせたいのですが。了解です。あのアクシスの移動は装備されている核エンジンがまだ使えますから大丈夫です。昔のエンジンがまだ使える、おりゃすごい。では
俗物が。和平条約では我が艦隊はルナ2で武装解除することになっていた。だがルナ2に向かわせた艦隊はダミーマジン、数だけを捉えたものだ。連邦の注意がそれている間に私は本隊を率いてアクシズに向かった。ロンドベルが私の艦隊の動きに気づいたとしても間に合いはしない。私の勝ちだ、アムロ。ミノフスキー粒子、戦闘濃度散布、総員、有視界戦闘用意。第一波ミサイル、発射。あれか。ファイルの中に核があった。やるな、ロンドベル。アクシズ、行け。忌まわしい記憶とともに。アクシズは地球に向かって降下を開始した。あとは最終加速をかけるまで核ノズルを守ってやればいい。第2波か。ラチャターが、ミサイルが阻止されました。ラーカイラムをアクシズにつける。総員、陸戦用意。総員、陸戦用意。総員、陸戦用意。艦隊戦は諦めたか。核ミサイルが底をついたな。残った人類などは地上ののみだということがなぜわからん。世直しのことを知らないんだな。革命はいつもインテリが始めるが、夢みたいな目標を持ってやるから、いつも過激なことしかやらない。しかし革命の後では気高い革命の心だって官僚主義と大衆に飲み込まれていくから、インテリはそれを嫌って世間からも政治からも身を引いて世捨て人になる。私は世直しなど考えていない。移民どもにその才能を利用されている者の言うことか。そうかい。艦隊戦でアクシズを破壊できなかったロンドベルの連中は内部からアクシズを破壊する作戦に出た。私はそのアクシズの上でアムロのガンダムと対峙していた。交代遅いぞ。
アクシーズと一緒に沈みたいか。アクシズは爆破された。だがバラバラにはならなかった。アクシズを分断させる爆発が強すぎたのだ。私の勝ちだな。今計算してみたが、アクシズのコブは地球の引力に引かれて落ちる。貴様らの頑張りすぎだ。たかが石ころ一つ、ガンダムで押し出してやる。シャア、貴様を倒した後でな。命が惜しかったら、貴様にサイコフレームの情報など与えるものか。しかしこれはナンセンスだ。そうやって貴様は永遠に他人を見下すことしかしないんだ。ララースンは私の母になってくれるかもしれなかった女性だ。そのララを殺したお前に言えたことか。お母さん、ララ。命が吸われてゆきます。アクシズが地球から離脱していきます。